レトラちゃんは見た。私はカリン、どこにでもいる普通の主婦。今日は娘のユリと一緒に近所のショッピングモールに買い物に来ている。あ、ママ、これエトラちゃんの本。あら、本当だ。この子は本当に解決エトラちゃんが大好きね。第6巻で犯人を追い詰める超能力探偵だっけ。子供ってそういうの好きよね。ユリはエトラちゃんのどんなとこが好きなの？可愛いところと悪をやっつけるところ。へえ、そっか、ユリは悪い人をやっつける人が好きなんだ。ママもそれわかるな。本当？ユリも悪い人たくさん捕まえたい。ママは悪い人がいっぱいいない世の中の方がいいと思うけどね。そっか。そうよ、悪い人なんていない方がいいわよ、なるべくね。仕方ないな、買ってあげる。やったー。はい、こちら商品になります。どうもありがとうございます。ありがとうございました。またお越しください。あ、このフリーカタログ、洋服買いたくて欲しいと思ってたのよね。スマホでちまちま検索するの苦手だから本で見れるの助かる。一冊もらってこっと。さ、ゆり、お昼ご飯を食べに行きましょう。はぁ、ゆり、どうしたの？うん、なんでもない。そう、じゃあ行こっか。うん。ゆり、服の袖気をつけてね。お水まだ入ってる？うん、大丈夫。ちょっとあなた、うまくやったわね。え、誰？とぼけないでくださる？私、見ましたのよ。見た？何をですか？あら、まだしらばっくれるのね。よくもまあそんな態度が取れるわね。もう観念した方がいいのではなくって。いや、変な人に絡まれたかな。ママ、このおばちゃん怖い。関わらないようにしよう。早くここを離れなきゃ。ユリ、ママとアイス食べに行こっか。うん。あら、お盆持ってあっちに。あっちなさい。言いがかり。万引き犯はこの人ですか？私見てましたから。この人、本屋のレシ横の雑誌を取るふりをしてその横の文庫本を万引きしてましたわ。何？はあ？私はそんなことしてません。とにかく話は裏で聞きますんで来てください。あ、ちょっと、本当に私何もしてないわよ。子連れなのに万引き？よくやるわね。お嬢ちゃんはここで私と一緒に待ってようね。あら、あんたのママが悪いことをしたから捕まったのよ。あなただけ逃げようだなんて許さないわよ。でも私はこれで。もう少々お待ちください。第一発見者は警察が来るまで残るように指導されてるんで。聞いてないわよ。私はもう帰んないといけないんだから。そう言われても。どうしよう。万引きとのことですが、ちょっとカバンの中身確認しますね。ええ、何も入ってないのでどうぞ。スマホにハンカチ、財布とカタログ。だから言いましたよね、何も盗んでないって。それとこれ。おということで、ちょっとさっきの人呼んできてくれませんか？あくまで私の万引きの件の事情聴取という形で。このままじゃ私の名誉に関わります。わかりました、直ちに。なんですの？私はもう帰りたいのに。ユリ、ユリおいで。あら、まだしらばっくれてるの？いい加減罪を認めてしまえば楽になれるのに。いえ、私は本屋に置いてあった無料配布のカタログを持って帰っただけです。文庫本なんて出てきませんでした。慌てて捨てたんじゃないの？私は確かに見たのよ。やっぱりしつこいな。何かあるわね、この人。でも私も盗んでない証拠がないし、この人も。そういえばユリ、あの時。ユリ、お昼ご飯を食べに行きましょう。ユリ、どうしたの？なんでもない。そう、あの時ユリが見ていたのはもしかしてこの人？なるほど、私としたことが怪しい市民に気づかなかったなんて。バカを言うんじゃない。その女の娘なんだから嘘に決まる。
供に乱暴は。私の子供に乱暴するな。ママユリ、あなただったのね。最近この辺でよく噂になってる変な言いがかりをつけてはどさくさに紛れて物を盗んでくという悪質な万引き犯は。暴力よ、これは暴力。警察を呼んで。私は子供に言いがかりをつけられてこの女に乱暴されてるの。いいですよ。はい、私が警察です。私はこの地域の生活安全保安課の警察員です。何かご用ですか？よろしければあなたのカバンの中身を拝見しても。その後女の荷物を調べたところ、本だけではなく雑貨、食品などありとあらゆる盗品が出てきた。盗んだことバレるのが怖くて他人に罪をなすりつけようとしただけなの。そんな言い訳が通用するわけもなく、当然その女は現行犯逮捕となった。ああ、今日は非番だったのに。ユリを家に帰してから私は署に戻んないと。ん？ユリ、ごめんね、怖かったよね。ううん、あのね、ママ、かっこよかった。悪を倒すなんて、エトラちゃんみたいだった。おりゃあ、ユリ、ママみたいになりたい。悪い人を飛び蹴りで倒して、捕まえるの。そうだった。私もそういうのに憧れて、この職業を目指したんだったな。飛び蹴りで倒したらさすがにダメだけど。でも今日のことはユリもヒーローだよ。私たち親子の完全勝利ね。やったー。本当に偉いよユリ。私はこの子が安全に過ごせるならいくらでも頑張れる。いろいろ大変なことも多いけど、改めて自分の仕事と自分の娘を誇りに思えた、そんな休日だった。ご視聴いただきありがとうございました。せっかくの休日だったというのに、あらぬ疑いをかけられて台無しにされてしまいましたね。今回のケースは犯人が罪をなすりつけて、しかも犯行現場を見ている人がいたので綺麗に解決できましたけど、誰一人として味方がいない状況でいざ自分が冤罪にかけられてしまった場合のことを考えるとゾッとしちゃいます。私にできるのはただひたすらに自分がいかに怪しい行動をしないことを努めるだけです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また万引きダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。